クリストファー・パオリーニクリストファー・パオリーニはアメリカ合衆国の小説家、モンタナ州に住み、諸女作となるファンタジー小説、エラゴンを書いた。彼はエラゴニやエルデストを含むドラゴンライダーシリーズの作者としてよく知られている。南カリフォルニアで生まれ、大自然に囲まれたモンタナ州、パラダイスバレーで両親と妹の4人家族で育った。 イリノイ州シカゴの学校の遠隔教育をホームスクーリングで受け、高校の家庭を15歳で終えた後、エラゴンと続編エルデスとの執筆に取り掛かった。2002年、両親の経営する出版社からエラゴンを出版した。パオリーニは中世の衣装を着て135の学校や図書館を回りキャンペーンを行った。エラゴンの第一冊の表紙は、 妹のアンジェラが描いた。彼女は内表紙の地図の絵も描いた。キャンペーンの途中、パオリーにはカール・ハイアセンの技師の通う学校で講演を行った。ハイアセンが知り合いの編集者だったアルフレッドクノーフにこの本について話したことから、第2冊以降は2003年8月にクノーフの出版社で出版されることに決まった。わずか19歳で、パオリーには ベストセラー作家としてニューヨークタイムズに載った。エラゴンは同名で映画化、ゲーム化もされた。エラゴンの続編であるエルベストは2005年8月23日に発売された。3作目であるブリジンガーは2008年9月23日に発売。2011年11月に最終巻であるインヘリタンスが本国で発売された。パオリーニの作品には 自然が大きな影響を与えている。フィリップ・プルマン、タモラ・ピアスとの提案で、彼はパラダイスバレーの自然が発想に大きな影響を与えたと語った。また、JRR トールキンの作品やベオウルフからも大きな影響を受けている。エルデストの中で彼は無神論で彩色主義のエルフを描いているが、彼自身は最色主義者ではない。ありがとうございます。